ての動画を撮っていきたいと思います、はい、もうお腹、ね、お腹は空いてますか。やばいね、ビッグマックダメ。俺その後インドネシアで何歳で結婚したいですか。本当にこれが多かった。なんで？わかんない。子供？子供欲しいですか皆さん。欲しい、めっちゃ欲しい。2人3人 3? 結構多くない。じゃあ何だった。アイドル。アイドル、あ、そっか、もう慣れたじゃん。実現する。すごい。それ実現できる人いるんだね。すげえわ。ダマクダマヒロダンディビロカリイニアクラギディモビルダマウブワコンテンディモビルタピブカナコスンディリハリイニアクマウアジャクエリカヒトミオツカブルウンパッキタマウブワコンテンブサマイニプルダマカリブルウンパッブルンパタジャビギンコンデブルサマダンハリニカナコスピラクマウジュンポットセモアニャサトサトプタマヤンパリントカダリウマクアダラウマヒトミジャディエDari sekarang aku mau jemput Hitomi ya. Let's go! Oh, dan jangan lupa subscribe ya. Tujuan tahun ini itu sampai 1 juta subscribers. Jadi silakan tolong subscribe. Onegai shimasu! Hai, konnichiwa. Konnichiwa. 久しぶり。動画撮るの久しぶりですね。動画撮るのめっちゃ久しぶり。じゃない？そうだよね。あったよね、この前。そう、この前なんかインドネシアの友達とちょっとカフェ行って喋ってって感じ、ね、あれは動画撮らなかったもんね。そう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 。なのでその後会うって言ってたじゃん、リヴィと。あ、あれ大丈夫だった？いや、そう、俺の目が。え、治った？ね、治った治った治った。左目がもう真っ赤っかになって。へ、でもさ、たまにさ、血管切れちゃう人いるよね。いや、血管切れたらやばいね、多分。あ、結果でなんか中が血管が真っ赤になっちゃう人いない？え、そう。それちょっとした充血だと思ったら、うん、結構なひどい、なんかね、バイキンが入っててなんか、ボクシングで殴られた後みたいな。え、腫れたってこと？やばかった。やば、その時の写真ないの？え、あります。で、俺史上最もブスな写真が撮れた。どうしよう、普段とあんま変わらなかった。お前、なこと言うな。じゃあまずこれが眼帯ね、うんうんうん、これがやばい。あ、でも思ったより腫れてないわ。私もっとなんかブワッて放ってんのかと思った。え、思ったより変わらない、いつもと。うん。あ、おい、おい。え、てかさ、こっちも影響受けちゃってんね、こっちが腫れてることによって。てかね、もう開かないの、力が入んなくて、全体的に。絶対なりたくない。いや、これ本当に地獄だった。で、前2月ぐらいにさ、撮影してさ、で、4月になったら、うんうんうん、なんか仕事がたくさん増えてるようにみたいな言ってたじゃん。はいはいはい。で、実際めっちゃ増えてるよね、今。ちょっとずつだよ、でも。嘘？めっちゃ増えてない？まあちょっとね、案件とかで増えてきた。いや、まあ、いい事務所に入ったかな。すごいわ。いやいやいや、なんかもっとね、仕事したいなっていう気持ちは。あ、まだしたいの？全然よ。まだ全然だよ、暇だよ。だって結構。あ、そうなんだ。うん、そんなね、稼働多いわけじゃないから。ない、なんか週に5回ぐらいは仕事した、うんうん、私の目標。うわ。で、明日から北海道に行くんでしたっけ。そう、インドネシアの映画撮りに。いや、これがすごいよね、インドネシアの映画で。インドネシアで撮影することはないの？インドネシア試写会で行くかな。試写会だけ行くんだ。撮影は全部北海道で終わる。日本人役だから。うん、そうで、なんか日本語で喋るし。あ、そうなんだ。で、なんかさ、実際さ、あの日本の映画ってさ、公開前にこういうの言っちゃダメじゃん。うんうんうん。だけどインドネシア逆らしくて、先に発表するパターンもあるらしくて、もう発表されてるから、ね、今言っちゃうんだけど。発表してどんどんプロモーションしてってみたいな。そう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 。撮影期間はどんぐらいなの？撮影期間2週間ぐらいかな。でも2週間でバーって撮るんだ。でもフルだからね。あの1日だけオフあったけど、うんうん、あとは全部仕事。うわ、すごっ。初映画。初映画だよ、もちろん。初お芝居も 初だよ。うわ、なんかそれに向けて練習とか個人的にしてた。事務所がレッスン、うん、演技レッスン組んでくれて。なるほどね。一昨日、昨日か、うんうん、2日連続で2時間ぐらい。うわー、泣けるようになった。あ、でもね、私中学の時ちょっとやったから、泣くのとかって意外と難しくなくて。あ、そうなんだ。日常会話のシーンの方が結構お芝居って難しいの、意外と。そうなんだ。そう、普通だから。感情的なシーンって、うんうんうん、分かりやすいから。そうだね、意外とやりやすかったりして。いや、ちょっと期待してます。いや、マジで。絶対自分の映像を見れないとか思ったけど。でも私は結構お芝居 そのレッスン楽しかったし、いい台本だねって言ってもらって、先生。あ、そうなんだ。そう、いい映画になりそうって言われたから。見に来てください、劇場に。はい、じゃあこの後大塚とエリカを、うん、あの拾っていきたいと思います。
はい、大塚も合流しました。久しぶりです。だいぶ髪の毛が明るくなりましたね。もう次多分当たった時金髪になってやばどんどん派手になっていくやん。そう、どんどん派手になっていく。こっちお前の方これ、え、どっちの方が明るい。私でもあんまね、あの明るくしちゃダメなんよな。あ、そうなの。そう、なんか、うん、何、事務所。あ、明日からの、その撮影が。あ、そうか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 、明日から映画の撮影をさせる。インドネシアの。あ、言ってたやつ。そうそうそう、エリカ迎えに行きましょう。はい、エリカも集まって、はい、4人集合しました。イエーイ。とりあえず今日今からエリカのチャンネルの何の動画ですか。ドライブ2、ドライブ2の動画を撮っていきたいと思います。はい、もうお腹、なるほどね、うん、お腹空いてますか。やばいね、ビッグマック食べない。ダメ俺その後インドネシア料理の動画作りたいから。あ、そっか、確かに。ビッグマックダメ、我慢します。はい頑張ります。じゃあ行きましょう。行きましょう。どうしたんですか。トイレットペーパー買うがホームガンなのに、はい、あの忘れないようにいつも。もう主婦じゃんあ、これは日によって変わるんですか、ホーム画面は。そうですね、毎日変わります。今日はたまたまこれ。昨日、昨日は何だった。昨日はわざと作るのめっちゃ食べる、ね、うん、あ、なんか2日間なくてトイレットペーパーがずっとこれだった2日間トイレットペーパーなくて生活してたの忘れちゃうの毎回書いてるくせに。いや、次会う時に何になってるかって楽しみだね。あ、楽しみはい、ということでですね、今エリカのチャンネルでの撮影が終わりまして、これからインドネシア料理の方向かうんですけど、その前にちょっとね、この4人で会うこともなかなかないと思うんで、皆さんからね、あの質問をたくさんもらってます。お、それはちょっとね、 Q&A していきたいと思います。はい、じゃあまずなんかいろいろ質問あって、面白い質問あった、うん、面白い質問たくさんありました。パッと見て一番多かったのが、何歳で結婚したいですか。おー、ほんとにこれが多かった。なんで、わかんない。24の代、確かに知ってる。24の代、人見も一緒か、24の代か。そうだよ、インドネシアとかだと若い人してるから。もう友達結構あの妊娠とか出産とかしてる人多い。マジ、マジ、もう一人目産んでるみたいな。俺この前1個目の先輩で結婚はあったけど、早いからね、インドネシア。あ、そっか、インドネシアの友達ってことか。うん、あ、インドネシアやっぱ早いの。早い、だってその友達年下だもん、私より。え、マジ。そう、19とかで結婚して、今22、21で。え、じゃあその女性は19で、その男性の方は年上。あ、まあそうかそうか、24とか。そうとかじゃない。え、でも24なんだ。何歳に結婚したいですか。せーの、30。やばい、俺だけ30だった気がする。え、なんか30手前がいいって思って。30 28 29 29 28 29 28 28。あ、結構女性でも。いや、なんかもともと25とか思ってたけど、うんうんうん、やりたいこととか増えてくると今無理だなってなってくる。そうかそうかそうか、うん、なんか私は25とか6がいいかなと思ったけど、今もう今年24なの気づいたら実感湧かなくて、えみたいな。まだなんか21ぐらいな感覚なのに、うんうんうん、もう24だから気持ちが年齢に追いついてなくて、あ、だからちょっと28ぐらいになったらやっとなんか、うん、でもそんなこと言ってたら多分27とかでも8になって思う。こんな感じだと思う。そう、だってまだ高校生とかでも追われるもん。一緒だもん。おつかは20何歳だっけ。28。はい、なんでですか。まあなんか仕事とかがいろいろ落ち着いてきたところが多分28ぐらい。まあそうだ、お前は来年から25の年から働き始めるか。でも3、4年ぐらいでちょうど慣れてきて、うんうんうん、お仕事と日常生活、うんうん、まあ、こう両立が多分28ぐらいがちょうどいいかなっていうので、まあ、28から30の間に結婚した。俺はまあそうだね、うん、で俺も考え方としては大塚と一緒で、なんかで仕事安定してからがいいんだけど、俺多分めっちゃ遅いから、でもなんだかんだ32とか3になりそうな気がしてちょっと怖い。じゃあ子供、子供欲しいですか。皆さん欲しい、めっちゃ欲しい。2人3人 3? 結構多くない？2か3かな、私。あ、3なんだ。でも3じゃない、2か3がいい。俺も最低2は欲しい。みんな兄弟いる？いるいる。そこいるか、うん、ってなるとやっぱ2以上にはなるか、うん、3って結構大変じゃないですか。自分が2だから、うん、そんでなんか私のママが今ちょっともうみんな子供たちが自立して一人暮らしして、あ、もう寂しいんだ。結構寂しがってるの。あ、もう一人下にいればきっとまだ楽しめてたのかなって思って。で、3人目が大きくなった時に、一人目がもうなんか子供を産めばすぐ孫みたいな感じになっちゃう。もうかん、すごい母親目線のプランがすごい立てられてる。してるです。瞳は
え、だって第二の自分の人生だと思うから、うん、なんかそうだね、自分人間はみんな年取るじゃん、うんうん、まあ20代が一番こうやりたいこととかできる、で30とかなってさ落ち着いてくるじゃん、うん、時になんかやっぱ子供いたら自分より大切なものができるじゃん、そうだね、うん、でその人の成長が楽しみになるわけで、わあ、うん、だから絶対子供産んだ方がいいと思うんだよね、普通に、うん、ちゃんとお母さんとしての考え方持ってるじゃないですかめっちゃある結婚願望も、いや一緒、うん、今の意見ほぼ一緒だったわ、あ本当、子供を育ってこう第二の人生楽しみたいっていうのと、うんうんうん、まあ、まずとりあえず子供生まれたら異常に可愛がると思うから、うん、それをやりたいお前絶対そうだね、それをやりたい、うんうんうん、でも私は2人すごいなって思うの、男性って結構結婚願望ない人多い気がしてるから、えマジでちゃんとあるんだって思って、え絶対ある、でも俺はやっぱね、こう子供にバスケをさせたよね、そうなの、有名なバス、日本語のバスケ漫画で、あの子供が3歳の時の誕生日で3種類のボールを子供の前に置くのね、でこの野球ボールとバスケットボールとサッカーボール、でその子供が歩いていった方向のスポーツにする決めるって、すごい素敵なね、そうなんだけど俺もそれやりたいんだけど、俺絶対バスケやらせたいから、うん、勝手にバスケの方に行くようにちょっとこのボール3つ並べる時に気持ちバスケのボールに近づくずるいそれはもうバスケのボールを日常に置いといたら家とかの、そうだね確かに、もう子供の時とかからベッドの隣とか置いとけば、うんうんうん、見てるから、そうだね、ぬいぐるみじゃなくてバスケットボールにしよう、あ、そうするか、うんうん、あ、そうしますいいと思う、でも子供できたら絶対子供にこれやらせたいとかはある、なんかすごいダンスとかやらせたいかも、ダンスか、てか自分が やった方が良かったなとか思ったやつはどうしてもなんかさせたくなるというか、あかソロバンとピアノやらせたいもん子供に、あ、ピアノ絶対やらせたいわ、うん、ソロバンなんで、ソロバンもねやっぱできると結構すごいなって、まあ頭の回転にもつながるし、ね、るし、私は絶対子供にちっちゃい時から英語の番組見させる、あ自然ともう英語になれて英語喋れるようにさせたい、面白い質問ありました、大塚はわさびを食べたことがありますかわさび単体では食べないでしょ、いや、でも罰ゲームって相当食べたことある、食べましたね、日本語マンタップの方で あのどっかな、東京のあるテーマパークを貸し切って鬼ごっこみたいにしたの、うん、そ, うそこでの罰ゲームでわさびチューブ食いみんなやらされたから、チューブ、そうね、こちらの動画でぜひ見てください、見てください、鬼ごっこした動画です、ね、やってます、友博も多分食ってます、俺も食った、マジで地獄だったあれ、はい、じゃあ次の質問ですね、はい、皆さんは多分小さい頃に夢とかあったじゃないですか、例えば俺はずっとパイロットになりたかったとか、うん、なんか今の夢じゃなくてなんか小さい頃の夢、はい、何でしたね、小学生の時男の子だったらさ、オッケー、プロ野球選手になりたかったとか、あるじゃん、何だった、アイドル、アイドル、あ、そっか、もう慣れたじゃん、実現するすごいそれ実現できる人いないんだね、すげえわ、めっちゃなりたかった、そうなんだ、もう小学校の時とかから、うん、もうアイドルのアニメばっか見てて、すごい、絶対なりたくて、すごいな、だってそのためにインドネシア行ったもん、あ、そうなんだ、うん、インドネシア大学通った理由もアイドルになりたいから入った、うーん、すごっでもちょっとしかね、できなかったけど、いや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 、実現してるのすごいわ、いやいや1年ぐらいだっけ、うん、1年経つぐらい、すごい、すごい、ひとみは私、漫画家かな、漫画家、うん、なんか絵描くのずっと好きだから、うまいよね、絵、いや、ありがとう、インスタでめっちゃうまい、めっちゃうまい、結構昔は漫画テイストの絵描いたのよ、あー今はちょっと、また描き方変わった、うん、今なんか、あの、T シャツになんかありそうなデザインの、あ、本当？そうそうそう、なんかちょっとおしゃれな感じのアートみたいな、そう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 、で大塚がすごい好きな、好きそうな T シャツ、T シャツ、お前なんか T 服にさ、なんかここにプリントされてるの着てる？プリントのやつ着てる、あ、前着てたね、ジョン・レノとかね、あ、そう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 、え、大塚は？俺パティシエ、かわいい、ちょっと俺初めて聞いたかも、これ俺多分言ったぜ、言ったっけ、パティシエ、でも想像できなくもないでも料理は好きなのは知ってるけど、そうだよね、料理好きじゃんね、意外となんかさ、大きくなってもちょっとさ、その気入ってるよね、え、でもスイーツとか今作らんやん、作る、別にたまに焼くよ、すごい、そう、オーブンあるんだって、女子力すごいわすごいわ、自分は、パイロットなんですけど、ずっとまあ、今は、まあ、挑戦中です、未だにずっとさ、大人になっても変わってないのがすごいと思う、すごいよね、それもすごい、普通なんか途中でもういいやってなっちゃうじゃん、ちっちゃい頃からそうで、一回中高の時とかはまあ部活とかやってたからあんま何も考えなかったんだけど、大学入って、まあ、就活のタイミングで、うん、やっぱこの職業いいなってなって再燃した熱が、
YouTuber とか 1ミリも持てない。ないもん、YouTube なんか。なかったよね。最近の子は多いと。YouTuber ほんまにたまたまジェロムと英語のクラスで会ったから、ね、流れでなってるって感じ。インドネシアでの一番でっかいカルチャーショックは何ですか？食。何、辛すぎるとか、何、そういう感じ。そうだね、辛いものが多すぎて、うんうん、食べれるものが少なかった。あー、うん、そっか。大塚は何だろう、車社会、大渋滞。あー、そうだ、あー確かに、それもあったね。はい、はい、ということで、久しぶりにね、4人で集まって、次、いつ集まれるか分かんないんですけど、じゃあ皆さんもね、これからずっと YouTube 続けていくとか、まあ一人それぞれあると思うんですけど、頑張っていきましょう。いきましょう。 OK guys, 今日はセントビルカリーにジャガズパー、ライクシェアビデオにサブスクライブ、チャンネルアック、ダンチャンネルエリカダン、インスタグラム、TikTok、ヒトミと大塚さんも更新してますか最近？たまにしてます。してます。はい、ということでフォローお願いします。じゃあ See you guys next video. バイバーイ。